中年オタッキーです。今日はね、仕事中なんですけど、ちょっと待機する時間ができましたので、ちょっと動画を撮ってみようかなと思いまして、ただね、せっかく紅葉の時期なのにね、思ってるんですね、今年なんか写真を撮りたいとか時間があるとき必ず曇りとか雨なんですよ。まあただね、デジタル一眼にはホワイトバランスを調整する機能がついておりまして、曇りの日でもね、比較的目で見た感じの鮮やかな写真が撮れる。これね、まあデジタルカメラの大きな特徴でして、フィルムカメラ、特にね、ポジフィルムを使った場合、曇りの日とかね、夕方とか、そういう時にはね、フィルターをかけないと撮れないようにならないんです。で、まあ今日は、私のメインカメラである、その、EOS One のデジタルで、ちょっと4枚ほど写真を撮ってみました。まあ、モミジ、ちょっとね、今、色合わせ加減のモミジなんですけど、ホワイトバランスをまずオート、次に、なんだっけ、日陰、で、曇り、で、最後、太陽光で撮ってあります。ちょっと見てください。どうでした？ホワイトバランスをオートで撮った写真と、ホワイトバランス太陽光で撮った写真がね、大体似たような感じに撮れてると思うんですよ。つまりね、曇りの日にね、ホワイトバランスオートで撮ってる人がね、損をしてる可能性があると。これね、カメラによってかなり特性大きく分かれてると思いますんで、まあ一度ね、ホワイトバランスオートばかりで撮らずに調整して撮ってみてはいかがでしょうか。もしかしたら損してるかもしれないですよ。今日はこの